お疲れ様です。別の動画でちょっとルーティン系じゃないけどなんかダラダラと着ながら撮ったやつがあるな、はい、そっちとちょっとつながってるんですけど、まあ、今現場でなかなか NG のやつに撮影許可 OK 出したんで今からもう養生しか残ってないよ。養生もう下引くだけです。あ、ちょっと現場見ながらもうほんと十何年選手だで、ね、もうちょっと見てもらうと、ああ塗り替え道場本当にいい職人さんいっぱいおるなって思ったらレッドボタン違うってよお前、求人道場なんで求人道場建設業専門、まあ今求人道場でもちょっと上の方でうちのね塗り替え道場の求人っていうのも出てきちゃうんですけど、その下ぐらいに多分みんな出ると思うので、求人道場建設業専門っていうのはね、これ結局マッチングで今本当無料なんですよ。で今200社超えて、もう500社まではまず無料、200社超えた段階なんで、ぜひそちらの方の掲載もね。で職人さんは結構今見に来てくれてるみたいなんで、200社あれ結構あるだろう。1ヶ月以内ぐらいにアップデート、また会社から職人さんへのスカウト機能とかも作るんだわ。俺何百万もかけたんだよこれ、はい、まあまあもちろん500社超えたら有料で、まあ、月々5000円から3000円ぐらいかなと思ってるけど、じゃあちょっと仕事見せ、さすがな、でもやっぱな綺麗なピシッとこれ並べてね、これ自分の現場やな。何日目？まだでも2日目ぐらいか。今日で1日、初日よ、あの、まあ、洗浄だけ入って。そうです、うん、まあうちはもうシールも全部別だもんな、はい、もちろんシールの職人が先着、あの塗装屋でも多いでしょ、塗装の職人がシール打つと多いよな。多いですね、民間が、はい、結構ひどいもんだよな。塗装の職人からしたらどう思う？綺麗にやったことあるんですけどね。だけどやっぱ遅いだろ、まあ、シールの専門の方が、まあ、全然スピード違うだろ、はい、加点だろ。加点ですね、うん、やっぱその細かいところは難しいかな。で同じに値段でやるってのはもう絶対おかしいってことやな、うん、だって俺らでも15万円ぐらい戸建てでもらえるのは、シーリングが15万円から20万円ぐらいだと思うんだけど、うん、だったらもう2人3人で終わらせなきゃならな、材料があったら。でカートリッジでやらなんでロスもいっぱい出るでな、うん、ロスっていうのはあのカートリッジだともう戻せないんで、あのシーリングの職人はあのガンがな、もうあの吸い込んでビュッてやるやつだから、あのロスが出てもまたそれ吸い込めるから、へー、そうそうそう全然違うよ。あ、そうなんだ。その分全部パーだな。虫の中ビュビュビュって言ったらピーってやったら半分じゃないけど3分の1とか4分の1ははびだができるもんな、これ鳴らす時にさピューってなるやろ、はい、であれはもう全部ゴミになっちゃうんだから。あ、そうですか。あのだってあれなもんだって使い捨てだもん、カートリッジちょっとした家庭用やな、プロはあんなの使わないやろ。もう30いくつまでこのもんでなくなるじゃないわって20いくつで入ったんだろ、20代前半で入ってきて、お前一人一人でやるの、一人一軒ずつと、一人一軒ずつで、どっちも、 もう両方同時に養生終わったの。もう友はまだそっちやってる、やっぱお前の方が早い。分かった。お前カメラやってる。あ、おかしいんだよ。超緊張してる。じゃあちょっと見せてや。玄関養生。その。まだ。先にこっちやって。やるな。玄関を。ちょっと見せてや。じゃあ腕を。やってね。狭いとこ全部やって。さりげなくやってる。こういうのも全然うまいとね。うわ、本当っすね。まあ、それは職人さんから見たらね当たり前だけど、一般の人ってなかなかこういうのわからんじゃん。なん簡単にチュッチュッと見れるんでしょみたいな感覚で来るけど、いや実際に大変だよな。もう本当に1個ミスったらもう終わりだもんな。1個ミスったら赤字の世界だね今の。こうやってね、あそこにこうやってこうやって揺らして揺らしてじじじじ切っとくと大変じゃん。毎日毎日思うで一人みんなでこれやろう。わすごい。そうこの自治切ってやって、俺らだから切りにやるんだ、はい、ここバラバラにしとったら時間食っちゃうよ。はい、で正味ここ回ってきたのだけでだって 1,2 分だろう。はい、うん、ね、バンドじゃんもうここじゃないんだよ。シャープですか。恥ずかしい。失敗すんな。あ、ベトコン引いてんの？ベトコン引いてんの？あ、そうです、はい。あっちが通るもんで。あ、はい。それは狭い。狭いですね、向こうが。あ、手すりも全部引きっぱなしか。はい。そういうの全部ベトコン。なもう一回最初に全部ベトコン引くんだ。もう、あ、手すりとかも全部ああいう、うん、マスカーでやって。なあ。やっちゃいます。ちょっと狭いもんで。あ、手すりは全部養生かけて、はい、向こうも全部開いとんな、はい、全部
そう。私の大人にパソコンも。はあ。全部。さすがだな。そら、やっぱクレーム電池のそういうことやな。きちきちってやってるでと。が一番。養生が一番肝心ですよね。うわかっこいいやお前は。仕方ないみたいな顔してたさ。養生が一番肝心ですよね。って言ってちょっとテレビっぽい感じで言ったぞ。やっぱりもうそこで勝負決まる。そこでもうあと取って終わりみたいな。あそういうことな。掃除が一番かかる、ね。これ全部紙テープでやっちゃうな。ここあこれ何あ最初から紙テープのマスクと、はい、あ両方使うんだ。はい、これさこれ視聴者まあ職人さんだったらわかるけど。今あいつが使ってるやつ、あ、今あいつ紙テープじゃん。はい。これ同じ青じゃないんで。あ、違うんですか。これ同じだと思うだろう、素人の人。はい。これだって素材が違うんだ。これマスカーって言ってさ、あ、これなっとるやん。な、これマスカーって言ってこれ繋がってんだこれ、マンテープに。はい、へえ、ああ、はい。ね、これ繋がってんじゃん。はい。だけどこれ素材がガムテープでこっちなんだわ。これ色違うだけだよ。はい。でこれこうだろ。粘着力が強いな。なあ、ヒラ。これ粘着力が強いけど、はい、これはこの素材のマスカーなの。見てみ分かる。紙のテープです。うん、これはガムテープだろ。はい。これマスカーこれでできたこれがあるのは。紙テープのマスカー。こっちの方が目が細かいんだよな。そう。なんでこれ使い分けるの？一番なんですね。同じマスカーでもこれ、はい、じゃあこれはこっちのマスカーじゃん。布が、うん、繊維が多分。これと紙と布と。うん。こっちが紙でこっちが布だ。なんで染み込まないです、ね、なんで使い分けるの？では糊も残らんし、うん、あ、糊が残らんね。糊も残らんし、糊っていうのはこれ取った最後に取って、いや今日すぐ取ればこんなもん糊残らんけど、粘着強いんで、うん、散々10日間とか経った後にこれ取るもんで、糊、はい、が残っちゃうんだな。糊が残っちゃう。うん、それ分全部掃除しなかった。にじみも少ないですね、うん、こっちのが。ああそうだな、はい。もう本当にだって1日つか違ったら、だってもう5万円違うもんな、原価が。まあ職人さんの手間、交通費全部かかるわけだからな。でこれでもう両方使い分けとるんだ。そうです。まあ、ここはこれ行くとか、ね、でさっき言われたように紙テープで逃げ取ったじゃん。ここ紙テープでこれを逃げた後にこれを貼っていくんだよな。そうですね。前はこのマスカーのやつがな、これ紙テープのマスカーがなかったんだよな、はい、でこう逃げとくもんでこういうことじゃん、うん、そうすると塗った時にここで線出すってこと。あ、だけどいきなりこれで塗装してっちゃうと、もうここがくぐったり にじんじゃうってことだよな。視聴者の皆さん分かりますか？まあ、とにかく俺がかっこいいってことで。え、やってるよ、玄関。あ、まずお前はね、マスカー、あ、マスカーのあれでやらんのか。ヒラはマスカーの、あ、紙テープのやつでマスカー使ってるじゃん。あ、もうないか。あ、もうないか。塗り替え道場12年選手のな、ビデオ見させてもらおうか。恋人募集中だろ。いやいやいや、女できた。いや、いないっすけど。恋人募集中なんで、ぜひ俺のアドレスに写真と名前送ってください。顔写真と体の写真送ってくれたらこっち紹介しますんで。アンチクル、アンチクル。めちゃくちゃ良かったら、めちゃくちゃ良かったら俺が持ってく。普通ぐらいだったらこいつ見ます。お、張り出した。違いますもんね。でも左手違う。そんなにいけない。お前解説レジってお前なんか評価されるみたいな、なんかたコメントで、ああそれだよなと思って変にお前。こうやってね、玄関開くように。でここは紙テープ逃げんでもいいんだよ、塗るとこじゃねえもんで。あれ面白かったっすよ。あ？何で笑ってる。突然思い出して、ちょっと思い出したら2日で舐めたいなと思ったけど、舐めたらまずいな、カメラの中で突然思い出して、お前俺 あの黒い格好を出すな。ピッチーって言って真っ赤にして、怖い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 、サンタクロースが来たよってサンタクリッマスク使うんすね。うん、嘘、まあ、養生がダメなんじゃない？それはないか。取るとき新品なのかな。紙テープはきちんとついたけど、あー、そういうことか。あー、そんでマスク、あんで紙テープ残したんだ。これつけてくるんだ、紙テープを。さあ、そういうことか。あー、なるほどね。へ、すごい。あー、それすごいね。これ残しとったんだ。
あ、なるほどね。あ、さすがじゃん。顎の早いね。誰かピアノ弾いとるか。なんかおるぞ。ヤヌスの鏡だったっけ、ピアノ。ヤヌスの鏡って知らんの。知らないです。あ、そう。ピアノの主人公が。なんかガラスかなんか割れたら変身して、では凶暴化するやつ。知らん、ヤヌスの鏡かなんか。知らん、わかんないです。なんか出た真面目な子が、なんかガラスかなんか割れると変身するやつ。あれ、ピアノじゃなかったか。ピアノのなんか主役の子。でら有名だったぞ。うちの視聴者お前年齢高いぞお前。30代40代結構見てるよな、ちょうどが。まあそうですね、多いですね。そこ勉強しとかんとお前。その 20代ターゲットじゃねえんだから、はい、30代40代ターゲットなんだから、うちそこお前使ってかんと編集で。そうそうだろ。30代40代がな、あのよだれたらそこで喜ぶものってネットで検索して使わんとだろ。編集に入れるじゃんお前、はい、セリフとか、はい、30代40代がおったって喜ぶやつ検索しろ。もうこれここもういいんかな、こんなおさんでいいの。直しますよ。直すんだ。ここまでやるんだ。ああ、あと鍵もさせるのしようかな。あっちは鍵もさせるの。はあ、うん、ちょっと手つきが怪しいな。手つきが怪しいな。手つきが手つきがめちゃめちゃ怪しい。なるほど。これで終わりじゃないの？いいっすよ。あ、これで終わり？させれる。え、まあ、紙テープ。あ、逆にもうつくもんで、もうこれはこれでいいだろ。はい。逆につくであんまり変に巻かんほうがいいんか、これ取らんほうがいいんか。あの、たまにこの鍵のこれがめくれちゃう場合あるんで。ああ、そういうことか。あ、逆に考えとんだ、はい。しっかりと丁寧にあの処理をしました。あれは。もういい。まあ、うちの職人さんの古いね、もう十何年。ほんで、同じ港区だしね。地元港区だ。長くか、お前。あ、そうですね。今、うん、今は。今な、地元は港だろう。はい。でも13年よね。だってもう、うちの、もちろん、あの社員の職人さんよりも古いし、営業よりも誰よりも古いんじゃん。そうですね。当時、俺がまだ見積もりやってたもんな。やってましたね。見積もりやったよな。はい、で、めちゃくちゃな見積もりしとったろ。気持ちで決めてきとったね。いや、もうな、昔なんか、いい加減じゃなかったけど、そんでもよかったというか、値段は分かっとるよ。はい、で俺もなんか平米とかあんまり測るっていうよりはもう現場見て、あ、これ20人ぐらいかかるなとか、あ、15人かかるなって。でシールもそうだよね。昔はやっぱなかなかこれ自分のところで物件もないもんで、社員でいなかったもんで、外注さんにやってもらったんだわ、はい、だシールはやっぱ高ついとったよな。へ、でじゃあ塗装の職人がやるとやっぱもうダメだもん。3年ぐらいで切れてくるもん。ああ、そうなんですか。そうそう、で自分たちでやっとった時もあるよ、はい、だけどやっぱあんま良くないし、はい、効率も悪いし、でやっぱ汁の屋さんに頼んどったけど、それでもやっぱ害虫だとやっぱ丁寧さが抜けちゃうっていうかな、はい、あ、でうちはもうあの 100% 自社施工って歌っとるんだけど、はい、自社施工っていうのはもう専属の職人さんっていう意味で、ね、給料制が違うだけじゃん、はい、あの日給なのか月給なのか一件いくらなのかっていう違いで、はい、うん、まあ、そっちの方が一体よう見て働いてくれるしな、はい、うん、まあ、もう古い人ばっかりですようちは、うん、でもまたちょっと職人さん、ちょっと俺もなかなかこれから強引に動画撮っていきますんで、そっちの方もね。あ、もう一個あるしね。もう一個あのルーティーンでちょっといろいろこいつが二人撮ったやつあるな。はい。まあ今日ちょっと友情動画なんで、またちょっと撮れたら攻めに来て、なんか作業風景撮れやなと思いますんで、ぜひまたチャンネル登録といいねよろしくお願いちまちゅ。また見てね。おお。間違えた間違えた。間違えた。恋人募集中です。また来てねって言え。はい。言える？はい。言ってみ。恋人募集中です。また来てー。また来てね。お前おかまか。また面白いよ。ぜひ本当に優しいからね。あのメールアドレス送ってください。よろしくお願いします。いいね、お前出るね、ちゃんと。次また出る。